運河運河とは、船舶の移動のために、人工的に作られた水路であり、河川、故障を利用しているものもある。鉄道同様経路中に、橋梁や水道なども見られる。産業革命以前は船舶オラバなどが牽引したため、経路に沿って、引き船道、トーパス、トパス、船引き道、牽引路が設けられている。運河には、河川故障を連絡する。 内陸運河と海洋間あるいは海洋と内陸水路とを連絡する海路運河がある。半島を横断する運河として、キール運河、地境、陸の共作部を横断する運河として、スエズ運河、パナマ運河がある。海路運河のうち国際条約で原則として自由航行が認められている運河は国際運河と呼ばれる。また、内陸運河には河川間を結び水路も広げるものと、 河川に並行して、または河川の通行困難な場所をバイパスして走り、既存の河川水運を改善するものの二つの種類が存在する。また、海をつなぐものや内陸を走るものの他に、海岸線に沿って走る沿岸運河も存在する。このような運河が建設されたのは、沿岸近くは風向きが変わりやすく、海流や地形が複雑な上川口から流れ込む、水流の影響もあり、 船舶の航行が困難な海域であるため、そこを通らず、内水面のみで沿岸域をつなぐためである。こうした沿岸運河は、海岸札と陸地の間に広がっている細長い水域を利用して建設されることも多い。アメリカのメキシコ湾岸と大西洋岸には、海峡や湾などを運河でつなぎ、外洋に出ることなく沿岸部を航行することができる沿岸内水路がそれぞれ整備されている。 マダガスカル東部のインド洋沿岸には、パンガラン運河と呼ばれる全長 700km に、及ぶ石港を利用した運河が続いており、輸送や観光に利用されている。ヨーロッパでは各地に運河が張り巡らされており、大切な交通手段として利用されるとともに、人気のあるレジャーの一つともなっている。運河をめぐるヨーロッパ各国の外境だが、 フランスでは運河を回るだけでほぼ一周することができるとされる。一方、イギリスにも多数の運河が存在するが、これらは産業革命時代に馬車に代わる大量、輸送手段として盛んに建設された運河時代もので、陶器メーカーのウェッジウッドが馬車輸送による陶器の破損を避けるために製品輸送用の運河を追った例などが有名である。イギリスの運河は、 幅の狭いものが多かったため、用いる船は、ナローボートと呼ばれる、独特の小さな船を用いることが多かった。現代史においては、ドイツでは東西に分裂していた、時代、西ドイツの航空機が、東ドイツ領に囲まれた飛び地である西ベルリンに、到達することが容易ではなかった状況などから、西側からの生活物資の大半がハノーファーから、運河で運ばれ、貴重な物流網を成していた。 蒸気のような遠隔地間を結ぶ運河のほか、海岸や河川沿いに位置する都市の多くは、市内に運河を建設しており、交通や物資輸送に大きな役割を果たしていた。網の目のように市内に運河を張り巡らせている都市も多く、中でもベネツィアやアムステルダムなどは、運河網が特に発達していた。こうした都市運河は工業化の進展とともに、鉄道や 道路輸送にとって変わられることが多く、埋め立てられたり運河としての役目を終えたところが少なくないが、戦術のベネツィアやアムステルダムなどいくつかの都市においては現在でもその運河網が現存し、活用されている。日本においても、江戸や大阪をはじめとして、多くの都市に掘り割りなどの運河網が張り出されていたが、明治以後陸上交通に重心が移行するに、従い多くが埋め立てられた。 このほか、運河は、干拓にも利用されることがある。オランダにおいては11世紀頃から、泥炭地の干拓が進むが、これは、泥炭地に排水路を張り巡らして、水抜きを行い、残った水路はそのまま運河として輸送路や排水に利用するものだった。泥炭地のほか、海の干拓においても運河は重要な役割を果たし、排水用の風車と運河の組み合わされた光景は、 オランダの風物ともなっている。また、交通用の他に灌漑などの用水としての機能など、別の機能も合わせ持つものも、近代以降多く作られ、これらを素水と称することもある。各運河は、肛門の大きさや、運河の幅、深さなどによってそれぞれ通行可能な船の最大サイズが違ってくるが、特に重要な運河の場合、その運河を通行できるサイズがそのまま標準の、 船型となることがある。特に重要な運河通行による線形は三つあり、最も小さいものは、カナダのセントローレンスカ路を通行できる、シーウェイマックス、全長226メートル、幅二十四メートル、喫水七点九二メートルである。次に小さいものは、パナマ運河を通行できるパナマックス、全長三百六十六メートル、全幅四十九メートル、喫水十五点二メートル、 最大高57.91メートルである。最も大きなものは、スエズ運河を通行できる、スエズマックスであり、喫水20メートル、幅50メートルまでのものとなる。また、スエズ運河には、スエズ運河橋が存在するため高さも条件に入る。一方で、肛門がないため長さは、条件とはならない。こうした制限は、大型船舶が航行する上での障害となり、 特に運河のサイズの小さいセントローレンスカイロやパナマ運河において深刻である。最も小さいセントローレンスカイロにおいては世界中の洋上洋船舶のわずか10%のみしか航行できないとされる。また、パナマ運河においても超大型タンカーや最大級のコンテナ船は航行できないが、この両選手は効率上の要請から近年大型化が著しく、 パナマ運河を航行できない船舶は増加する一方となっている。これを受け、パナマ運河では拡張工事が行われることとなり、これが2016年4月に完成する予定であったが、ストライキやコスト超過に関するトラブルの影響で何度か延期され、2016年6月26日に開通した。この拡張後には、パナマ運河を通行できる船舶の最大値は、約5、 000tu から 12000tu となり、シンパナマックスは以下の通りになった。運河には標高差のない2点を結ぶ水平式運河と標高差のある地点を結ぶ、あるいは途中で標高の高い地点を超える運河の2つの種類が存在する。標高に差のある地形に運河を建設する場合、水位の高低差を調整する仕組みが必要になる。 この仕組みとして、肛門、インクライン、ボートリフトなどがある。標高差を吸収する仕組みとして、最も一般的なものは肛門であり、そのためこのタイプの運河のことを肛門式運河と呼ぶこともある。水平式運河においては当然肛門は存在せず、肛門式運河に対して、より簡易に船舶を航行させることができる。しかし水位に差を持たせずに、高低差を吸収するため、 運河橋により、低地、低地にある、他の運河を含むの上を渡ったり、運河トンネルを掘って、山地をくぐることもある。運河が、拷門式になるか水平式になるかは、建設の際にかかるコストによって異なってくる。全く高低差のない地形であれば当然、水平式運河が採用されるが、高低差が存在する場合、山を切り開いて、運河を改作したり、運河橋や、 運河トンネルなどを建設するには、莫大な費用がかかるため、それよりも、肛門を連続させたり、水平に進めるところまで水平に建設しておいて、船舶昇降機などで一気に、高低差を吸収する方が、総合的なコストが安く上がる場合があるからである。一方で、肛門を操作するコストは、船舶が通行するごとにかかり、また当然ながら、肛門の操作は、 船舶の航行の障害となるため、通行量の多い運河ほど水平式にした方が利点が大きくなる。この典型的な例がパナマ運河である。パナマ運河はフェルディナンド・レセップスによる計画時には水平式運河であったが、当時の技術力では水平式運河を建設することができず、訪門式の運河となった。しかし、通行量の増大によって、 パナマ運河の要領に限界が訪れたため、第二パナマ運河計画やニカラグア運河計画といった水平式の運河建設計画が次々と持ち上がった。しかし、中米地境の地形は水平式運河を建設するには未だ厳しく、結局パナマ政府は既存の訪問式運河を改良することとなった。訪問とは、高低差のある水路を皇室と呼ばれる領域に仕切り、 船を昇降させる装置のことである。航室は水路の前後に開閉可能な扉を有している。まず、その一方のみの扉を開けて船を航室に導く。次にその扉を閉じ、他方の扉側の同水路の開閉によって水位を上昇、または下降させる。そして、最後に他方の扉を開けることにより、高低差のある水路における船の行き来を可能にする。 公門は一つの運河に一個だけとは限らず、むしろ高低差の激しい運河の場合、段階的に船の高度を上げていかねばならないために、いくつもの公門が連続することが珍しくない。公門としてよく知られているものは、パナマ運河のものである。また、中国には、十三世紀に、首雷によって築かれた道江川がある。アメリカ合衆国とカナダの五大湖、セントローレンス川水系には、 スーセントマリー運河やウェランド運河といった高門式運河がある。日本では埼玉県埼玉市に同様の構造のミルマ通船堀があり、これは日本最古の高門とされる。また、東京都内の同じ川にある大木橋高門、茨城県稲敷市、千葉県香取市境の横戸根高門や三重県桑名市の長良川川,川口関にも高門がある。 愛知県は愛西市の仙道平公門、富山県富山市の中島公門は重要文化財に指定されている。名古屋市の松重公門、現在稼働せずは、東海道新幹線や東海道本線、名鉄名古屋本線、道線三王駅近くからも見ることができる。関西では、ケマ公門、淀川、天ヶ崎公門、天ヶ崎港が現役で稼働している。 公門の扉は左右に観音開きに開閉するマイターゲートと扉が上下に動くローラーゲートがある。マイターゲートは扉が左右に開くため上部に構造物がなくせの高い船を通せるものでありパナマ運河などで使われている。これに対しローラーゲートは扉の開閉の際に水圧の影響が少なく多くの水門と同じ形状である。 水位差のない運河の場合はさほど問題にならないことが多いが、高低差のある運河の場合、その運河に水を供給するために貯水池が建設されることが多い。これは、拷門の開閉の際に、高地から低地に対して水が流出するため、その不足した水量を補うためである。世界最大の拷門式運河であるパナマ運河の場合、周囲の山岳地帯にアラフエラ湖、 マッテンコなどの貯水池が作られ、運河上のガトゥンコに水を供給している。貯水池の他に、下の運河からポンプなどで水を汲み上げて使用する、運河もありある。インクラインは、工作鉄道の一種であり、水運に関しては船を台車に収納し、台車全体を斜面に沿って引き上げることで、水位差を吸収する設備である。タイプとしては船を水から引き上げて台車に収納する方式と、 船を水槽に入れ、水に浮かんだままの状態で台車に収納する方式である。水から引き上げる方式の方が古くから使われているが、技術の進歩により、後者の方式が開発されると、そちらの利用の方が多くなった。日本では、水から引き上げる方式のものが、琵琶湖コ粗水の毛上げ、伏見に設置されていたが廃止された。日本以外では、イギリス、アメリカをはじめフランス、 ベルギーなどに設置され、現在も使用されているものもある。船舶昇降機、シップリフト、運河エレベータと呼ばれることもある。インクラインからさらに進んで、船を水に浮かべた箱を、エレベータのように垂直に昇降させることで、水位差を吸収する。古いものでは、1875年に、イギリスの運河に建設されたアンダートンボートリフトや20世紀諸島に、 ドイツのベルリン郊外に建設されたニーダーファイナーをボートリフトがある。近年のものではベルギーのサントル運河中央運河に建設されたストレピティウリフト2002年完成がある。ストレピティウリフトでは高低差73メートルの運河に1350トンの船を収納し水も含めると約8000トンの重量を昇降させることができる巨大なリフトを2機備えている。 これは、ユネスコの世界遺産にも登録されている一連の4つのボートリフトに代わり、高低差を一気に克服するものである。また、スコットランドのフォースクライド運河にあるファルカークホイール2002年完成は、回転運動により船舶を昇降させる、全く新しい形式のボートリフトであり、その奇抜な形状から観光客を集めている。水路と、 可動式の水門を用いる方式として、水斜面がある。エジプトでは、紀元前2000年頃には、地中海と航海とを結ぶ運河建設が計画されていたとされ、紀元前480年頃それに代わるナイル川と航海とを結ぶ運河が開かれることとなった。中国でも、紀元前1000年頃から各地で小運河が開かれていたが、7世紀に隋が中国を統一すると、 積極的に運河を建設していくようになり、翁台によって河北と江南を結ぶ大運河が完成するに至った。この運河は中国の南北を結びつけるまさしく大動脈となり、島の繁栄の一員となるとともに、古代から宋にかけては、河河と大運河の結節点である海風に首都が置かれ、またこの運河の北端である北京に現代以降の歴代中国王朝の首都が、 置かれるようになるなど、中国の歴史を大きく変えた。ヨーロッパにおいては、12世紀頃より、北、イタリアで運河が盛んに建設されるようになった。1378年に、オランダで校門が発明されたが、この時は未まだ、片扉のものであった。14世紀中盤には北、イタリアで、校室が登場し、17世紀中盤以降は、ドイツやフランスなど、 ヨーロッパ大陸西部で盛んに運河が建設されるようになった。1681年にはフランス南西部を走るミディ運河が完成し、これによってフランスはジブラルタル海峡を経由せずに大西洋から地中海までを結ぶ大量輸送ルートの確保に成功した。このミディ運河を視察したブリッジウォーター港フランシス・エジャートンは帰国後事業にあるワースリータン港から 工業都市、マンチェスターまで通じる運河の建設を計画し、1761年にはこれを完成させる。このイギリス最初の近代運河であるブリッジウォーター運河は大成功を収め、マンチェスターの石炭価格が半額に下落した上に経費が大幅に節約でき、ブリッジウォーター港に莫大な利益をもたらした。これを見た各地の領主や企業家は競って、 運河の建設に乗り出し、1760年代から1830年代にかけてはイギリスにおいて、運河時代と呼ばれる一時代を演出した。特に1790年代前半には、運河熱と呼ばれる運河建設、投資ブームが巻き起こり、急速に運河の建設が進んだ。この運河網の発達は、安定した大量輸送を各地で確保し、産業革命を推進する。 大きな力の一つとなったが、各運河は各地の企業家や貴族が思い思いに建設したために、規格が統一されておらず、航行できる船のサイズがまちまちであるなど障害も多かった。このため、1825年に最初の蒸気機関車による鉄道が開通するとすぐに、鉄道網がイギリス全国に張り巡らされるようになり、運河は急速に重要性を低下させていった。 アメリカにおいても、運河建設が各地で進められる中、1825年に、ハドソン川とエリー湖を結ぶエリー運河が開通した。この運河は五大湖水系とニューヨークを直接結ぶものであり、これによって五大湖周辺の開発は一気に促進され、また、運河の出口にあたるニューヨークは、内陸部と外洋を結ぶ港湾都市として急速に成長し、 現在の世界都市となる基盤を築いた。ついで1848年には、ミシガン湖とミシシッピ川の支流であるイリノイ川を結ぶ、イリノイミシガン運河が建設され、これによってミシシッピ川と五大湖が直接結ばれたほか、ミシシッピ河口のニューオーリンズから五大湖沿岸のシカゴを通って、大西洋岸のニューヨークまで、外洋を通らずに航行できる内陸水路ルートが完成し、 アメリカ内陸部の開発に大きな役割を果たした。しかしこれも積み替えの手間や陶器の氷結などの弱点があり、鉄道の延伸とともに重要性は低下していった。ここまでの運河の発展は主に内陸運河であったが、19世紀中期に入ると技術の進歩により大陸間の海運の障壁となっているスエズ地峡と中米地峡をバイパスする巨大運河の 建設が構想されるようになっていった。1869年には、フランスのフェルギナンド・レセップスの手によって、スエズ運河が開通し、これによって、ヨーロッパとアジア間の海運は劇的なまでに改善された。また、この運河を小舟で航行することは困難だったため、前世紀を迎えていた小舟はこの運河の開通以降急速に用いられなくなっていき、以後は、 奇船が完全に世界の海の主役となった。ついで中米地峡に運河が構想され、いくつかのルートが検討された結果パナマ地峡に運河が建設されることとなり、パナマ運河がアメリカの手によって1914年に開通した。これにより、難所であったマゼラン海峡を大きく迂回せずとも、アメリカ大陸の東西の海運が可能になり、大西洋と太平洋間の航行が劇的に、 改善された。1959年には五大湖とケベックを結ぶセントローレンス回路が建設され、これによって世界工業の心臓部の一つである五大湖沿岸まで直接外洋船が乗り入れることが可能になった。ヨーロッパにおける内陸運河は鉄道の登場によって衰退し主要な交通手段ではなくなったものの、ヨーロッパにおいては ライン川やドナウ川などの大河川による水運が盛んであり、こうした河川交通の補助や連結の役割を果たすものとして運河は名脈を保ち続けた。アメリカにおいてもミシシッピ川や五大湖に連絡するものを中心にいくつかの運河が,が生き残った。こうした運河においては鉄道やトラック輸送に比べて優位性のある金属や鉱石、石油といった重量のあるものや危険物、 廃棄物などが主に輸送されている。特にヨーロッパ大陸にいてはピレネー山脈、アルプス山脈以北の大河川はほとんど運河によって接続されており、大西洋から北海やバルト海、国海に至るまで未だ河川、運河の水路網によ通行が可能である。こうした運河網を維持するためヨーロッパ各国は1961年に 水路の1992年に水路を航行する船舶の分類と基準策定を行い、標準積載重量を1350トンと定めた。そのサイズの船が航行できるよう、運河の改良がこれ以後各地で進められた。一方、イギリスにおいてはかつて建設された運河のほとんどはレジャー、観光用となっており、物流用にはほとんど使用されていない。これは、 イギリスの運河は大陸のように各地の大河川を結ぶ役割を持たず、そのため幅が狭いものが多くて、近代の産業需要に全く応えられないものが、とんどのためである。ヨーロッパでは絶対王政を確立し、中央集権国家が登場し始めた17世紀頃から、近代的な運河の改革が活発になった。ベルギー、オランダ、ドイツ北部にかけての地域では、 貨物船も航行可能な長大な運河網を持ち、現在も物流の一翼を担っている。また、国際河川であるライン側とドナウ川を運河で接続することで、ヨーロッパの北側の北海から南東側の国海の間まで貨物船の航行を可能にしている。ライン側の河口に位置するオランダのロッテルダム港は世界一の貿易量を誇り、ドイツのルール地方にあるジュイスブルク港は 内陸港としては最大規模の積み替え量を誇る。ヨーロッパの貨物輸送に利用される運河では運河用に作られた1350トンクラスの専用船を使用する。ロシアもまたボルガ川など大河に設置した人造庫や運河を結ぶことでカスピ海からバルト海、国海までを結ぶ水網を有している。ロシアでは冬季に運河が凍結するため 一年のうちでも輸送可能な期間が限られている。日本は周りを海に囲まれており、時代の要請に合わせて海運が発達したため、川船のための運河を作るよりも、川口の港同士を結ぶ海運航路が開発された。安土桃山時代にかけて治水能力が向上し、江戸時代にかけて地方政権、藩が各地にできて、資本集中と城下町建設、 都市化が発生したため、各地で河川改修や運河改策が行われ、川船流通が発達した。明治以降は、早く大量に物資を運ぶことができる鉄道が発達したため、近代的な運河は六大都市の大量物流に関わる部分や、国際貿易港周辺に主に作られた。明治初期には、河川水運を念頭に置いて河川が整備され、 それに伴い運河も整備されたが、明治中期以降は、河川水運はほぼ放棄され、運河の重要性も低下した。それでも、都市の沿岸部を中心に、運河は名脈を保ち続けたが、昭和時代後期になると、トラックルーツが発達したため、堀や運河を埋め立てて道路にする動きが活発化した。現在の町の幹線道路が、かつての堀の跡だったところも多い。法的には、 琶湖素水が唯一運河法が適用される運河となっている。火星の地表に見られる溝も運河と言われるが、これは語訳に基づくものである。詳細は火星運河を参照されたい。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。